ロッテファン、37年ぶりにうちからホームラン王出たんですが、確かにそうだわ。おみくじに当たっただけやん。さすがに30本もいってないのはきつい。生え抜きでも自前でもない選手がタイトル取って嬉しいって感覚ないやろ。日本人ならまだしも。そういや忘れてたわ。人気も優勝も全然ない話題は、佐々木朗希頼りの球団に37年ぶりのホームラン王がいたところでどうでもいい。外人やし37年ぶりとか知らんし。やっぱ誰も覚えてない首位打者じゃないと。26本で本塁打王。40本ぐらい打てば話題になったと思うけど、いい加減勝率1になったらちょっと話題になるやろ。はーんやけど、こんな恥ずかしいの話題に並んでええわ。残留報道出た。なんとなく万波がホームラン王の気分だったわ。ロッテじゃなかったらもうちょい話題になってる。ホームラン王37年ぶりなのに殺人犯は18年ぶりで、優勝は50年ないチームってすごくね。